韓国ドラマ情報局へようこそ。当チャンネルでは韓ドラを中心に韓国エンタメ業界のお話をお届けしています。2023年も残すところあとわずか。冬休みをどう過ごすか考えている方も多いかと思いますが、寒い日は家でドラマでも見ようという方向けに、今韓国で人気のドラマをサクッとお届け。ということで本日は韓国人が今ハマっているドラマ、一部イメージ映像で現在の配信状況と合わせて番外編には人気の映画を添えて一気に見ていきましょう。イドゥナ恋愛。男子大学生がシェアハウスで暮らし始め同居人になったのは、まさかの突如表舞台から姿を消した人気アイドルのイドゥナだった。心が限界を迎え日々虚しさを覚える元アイドルと、真面目で誠実な青年とが一つ屋根の下で惹かれ合う。スタートアップ夢の扉フェスジ、私の国ヤンセジョン、あの愛の不時着のイジョンヒョ監督の新ドラマで、実際にガールズグループミス A で不動のセンターを務めたスジが元アイドル役を演じたことでも話題に。イドゥナはネットフリックスで配信されています。ビジランテサスペンスアクション。警察学校で首席クラスの成績を誇る優等生、幼い頃に目の前で母親を殴り殺され、それ以降事件の残像が頭から離れず復讐を誓う。そして彼は法の網をかいくぐる悪人たちを裁くビジランテとして生きることに。25-21ナムジュヒョク、ペーパーハウスコリア統一通貨を奪え、ユジテ、秘密の森深い闇の向こうにイジュニョク、悪の心を読む者たちキムソジン、ナムジュヒョク入隊前最後のドラマ。ビジランテはディズニープラスで配信されています。マイデーモンファンタジーラブコメ。人間をつまらない存在だと思って生きてきた悪魔が冷徹な財閥令嬢に出会い能力を奪われてしまった。消滅を防ぐためには四方を敵に囲まれた彼女を守るしかなく、契約結婚までして彼女と時間を過ごすようになる。コンビニのセッピョルキムユジョン、分かっていてもソンガン、海町チャチャチャイサンイ、スタートアップ夢の扉キムヘスク、入隊目前のソンガンが出演するファンタジードラマ。マイデーモンはネットフリックスで韓国での放送に合わせて毎週金曜土曜に同日配信されています。高麗喫炭戦争アクション時代劇。高麗に混乱の渦が吹き荒れ、人々が死闘を繰り広げる中心にいたのは天才的な指導力を持ち高麗を一つに集めた皇帝と、彼の政治の師匠でもある高麗軍の総司令官。喫炭との戦争を勝利に導いた二人の男の生涯を描く。アバウトタイム止めたい時間ゼアキムドンジュン、ヘシンテジョヨンのチェスジョン、私の国チスンヒョン、 KBS 公営放送50周年特別企画の大河ドラマで、チェスジョンは約10年ぶりの大河、歴史ドラマとしては異例のネットフリックス1位を獲得と今一番話題の時代劇。高麗喫炭戦争は日本未上陸ですが VPN 使いは楽天引きで見られます。今日もあなたに太陽を、精神科ナースのダイアリー、医療コメディ。初めて精神健康医学科で働くことになった看護師。様々な病気を抱える患者たちと精神病棟で彼女は出会い、医療従事者たちも心を病む可能性を秘めた同じ人間である中で、日々の苦悩とリアルな人生をオムニバス形式で描く。力の強い女トボンスン・パクボヨン、七日の王妃ヨンウジン、ノクドゥデン花に降る月明かりチャンドンユン、パラサイト半地下の家族イジョンウン、同名ウェブ漫画が原作の泣けるドラマ。今日もあなたに太陽を、精神科ナースのダイアリーはネットフリックスで見られます。サムダルリへようこそラブコメ。売れっ子フォトグラファーがスキャンダルで名声を失い、故郷であるチェジュ島のサムダルリに戻ることに。身も心も疲れ切った彼女は、ふるさとの美しい自然と人々に癒され、さらには幼馴染と再会し、実らなかった昔の恋が動き出す。コンビニのセッピョル、チチャンウク、チョルインワンフ、俺がクイーン、シンヘソン。初回から視聴率が 5% を超える今注目のラブコメ。サムダルリへようこそはネットフリックスで毎週土曜日曜に同日配信されています。
ここでちょっと番外編。今韓国 OTT で人気の映画、日本でも見られるものを3つサラサラっとお届け。独占ビリーバー2、犯罪アクション。アジア最大の麻薬組織を決死の覚悟で追い続ける一人の刑事、組織を率いる謎の人物の正体と組織の裏に隠された真実を明かすため、刑事はまた危険な人物たちに挑んでいく。主演はチョジヌン、チャスンウォン、ハンヒョジュ、オスンフン。520万人を動員した18年の独占ビリーバーの続編が登場。独占ビリーバー2はネットフリックスで配信されています。コンクリートユートピア、パニックスリラー。未曾有の大災害により廃墟と化した韓国ソウル、唯一崩落しなかったアパートに生存者が押し寄せてしまい、居住者以外を追放したユートピアを住民は気づくことに。だが住民代表になった男は次第に狂気に飲まれていく。主演はイ・ビョンホン、パク・ソジュン、パク・ボヨン、キム・ソニョン、パク・ジフ、キム・ドユン。ウェブ漫画を元にした映画。コンクリート・ユートピアは来年2024年の1月5日金曜から日本での劇場公開が始まります。犯罪都市ノーウェイアウト、犯罪アクション。7年前に凶悪犯の一斉検挙に関わった怪物刑事、ある転落死を捜査する中で事件の背後に日本のヤクザがいると知るが、ヤクザの親分は極悪非道な解決屋をソウルに送り込む。そこに汚職刑事も関わり、彼らは三つどもえの戦いを繰り広げることに。主演はマドンソク、イジュニョク、青木宗隆。大人気の犯罪都市シリーズの3作目で、すでに4作目の制作も決まっています。犯罪都市ノーウェイアウトは2024年2月23日金曜に日本でも全国ロードショーが始まります。以上が番外編。韓国人が今ハマっているドラマに戻りましょう。サウンドトラックナンバー2、恋愛音楽。大学時代に同じバンドに加入して恋に落ちた男女だが、卒業後にいろいろあり2人は別れることに。それから4年後、音楽療法を受けることにした彼は、ピアノの先生である彼女に再び出会う。5月の青春、クムセロク、エージェントなお仕事のスティーブ・サンヒョン、ヴィンチェンゾのキム・ヒウォン監督が手掛ける恋愛ドラマ。サウンドトラックナンバー2はディズニープラスで毎週水曜に配信中です。スイートホーム、俺と世界の絶望2、ファンタジー、ホラーアクション。天涯孤独になった青年が引きこもっている間に世界は怪物で溢れ、アパートの住人たちは一丸となって戦い、脱出をする。バラバラになったアパートの居住者たちは生き残るため、それぞれ生死をかけた戦いに嫌おうなく巻き込まれていく。恋するアプリ、ラブアラーム、ソンガン。ブルガサル、永遠を生きる者、イジヌク。グリッドでも共演をしていたイシヨンとキムムヨル。5月の青春、コミンシ。サイコだけど大丈夫でも共演をしていたパクギュヨンとオジョンセ。朝鮮ガンマン、ユオソン。雲が描いた月明かり、チョンジニョン。世界70国以上でトップ10入りをした人気作の続編で、2024年にはシーズン3の公開も予定されています。スイートホーム、俺と世界の絶望2はネットフリックスで配信中です。恋人恋愛時代劇、メロドラマ。ソン・ギュンガンの生徒たちの熱い視線を集める世間知らずな娘は、親友の婚約者に片思いをしていて日々やきもきしていた。ある日出会った男性は彼女に惹かれるが、彼女は全く相手にせず、そんな中軍が国境を越え近くまで押し寄せてきたという知らせが届く。ドクター・プリズナーで共演経験のあるナムグンミンとイダイン。良くも悪くもだって母親、アン・ウンジン。マイネーム、偽りと復讐、イ・ハクジュ。ナムグンミン10年ぶりの時代劇で最高視聴率は 12.9% を記録。恋人は日本未配信ですが、11月末から KNTV で放送されています。ムービング、SF ファンタジーアクション、ヒューマン。生まれ持った超能力を隠して暮らす子供たちと、過去の辛い経験を胸に秘めて生きてきた親たち。ある日超能力者たちが次々と殺され始め、迫り来る巨大な危機に彼らは共に立ち向かっていく。エクストリームジョブ、リュスンリョン。トーンイ、ハンヒョジュ。
見習い社長の営業日誌シリーズで共演しているチョ・インソンとチャ・テヒョン、ベルリンファイル・リュスンボム、熱血司祭キム・ソン・ギュン、分かっていてもイ・ジョンハ、冠婚光と影コ・ユンジョン、ルール通りに愛してキム・ドフン、釜山国際映画祭で史上初の6冠を獲得し、9月に最終回を迎えるも今もまだトップ10入りするロングヒット作ムービングはディズニープラスで配信されています。無人島のディーバラブコメ、事故で漂流し15年間無人島で過ごした女性が奇跡的に救出された。屈強なメンタルを手に入れた彼女は社会復帰を果たすが、15年の間に憧れだったスター歌手は歌えなくなっており、さらには中学時代に助けてくれた同級生が失踪していた。ウヨンウ弁護士は天才肌パクウンビン、模範刑事2キムヒョジン、分かっていてもチェジョンヒョプ、朝鮮弁護士インフィニットエンことチャハギョン、最高視聴率 9% に到達した今年の隠れた名作。無人島のディーバはネットフリックスで配信されています。少年時代青春コメディ、1989年の韓国でいつもいじめられていた男子高校生、引っ越しを機に転校をすることになるが、ちょうどそのタイミングで伝説の強い生徒が転校したという噂が出回り、間違われた彼は伝説の生徒として転校先で新しい人生を歩み出す。それでも僕らは走り続けるゼア・イムシワン、酒飲みな都会の女たちシリーズイソンビン、神の月イシウ、青春ブロッサムカンヘウォン、11月に始まったドラマで現在2週連続1位を獲得、配信先の OTT の視聴量を 420% も上昇させている超話題作。少年時代は日本未上陸ですが、 VPN 使いはクーポンプレイで視聴が可能、いずれアマプラにやってくるという噂もあります。いかがでしたか？好きな作品、気になる作品はありましたか？ぜひコメントで教えてください。今後も韓国ドラマ情報を中心に韓国エンタメ業界のお話なども配信していく予定です。それではまたお会いしましょう。